どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と早いっちゅうのどうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一可愛い日本ザルの、ちょっと待って、ちょっと、してないでちょっと待ってどうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と、だから早いのよさあ、スッとやらせる。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と、世界が早いからさ、ちょっと待ってよさっとやりたいの。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と、世界一かわいい日本ザルのルート君と、世界一かわいいグレートピレニーズのハルン君でーす。ほじしきだよ、ほじしきだよ、やっとできたね、ほじしきだよ。ちょっとルーちゃんもそんなさ、向こう側行かないで、ちょこちょいで、おいで、乗らなくていいから、まだまだ乗らないでもうぐちゃぐちゃやんけ、もう。で、今もご覧いただいたように、ルート君とハルン君はですね、結構仲いいんすよ。はい、でそれね、理由がありまして、ね、ちょっとホルン君の顔をご覧いただけると分かるんですけど、ホルン君ね、もうルーちゃんがもうそこでまったりしてるけど、ホルン君の顔、ちょっとホルン君の顔見して、ここの毛がさ、こうまだモサってあるんですよ。まあ、ポメラニアンとかもそうなんですけど、ここにね、これがあるのが、サルキっていうんですって。あ、毛づくろいしてる、かわいい。あ、ごめんねこっちが毛づくろいしてるとか言うからやめちゃった。これがサルキっていうんですって。これがある時期のことを、はい、だから今こうホルン君はサルキなんですよ。でサルキだから仲がいいということですねこうやってはい、はい、適当なこと言ってますすごく適当なこと言ってます今。でもまあ言うて仲いいんで、うんモフモフしてるもんねでも遊びに行けたもんじゃん一回遊ばないと落ち着かないわぬえぬえぬえよ、チンチン見ない、チンチン見ないチンチン見ないでルッちゃんルッちゃん、そんなとこでそんなとこでチンチン見る、チンチン見ないでやめて、あんたはもうウィー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 すごいね、本当にすごいと思う。そのニヤスケがおい、落ちちゃった落ちちゃった、これ遊ぼうつってるよ。いや、ジグちゃん、うえ、なんだよ、取ろうと思ったのに。近い、見すぎだってやめてよ誰、良い子は真似したらいいですからねそう、ちびっ子が真似したらどうすんだ、あんたは。うちは健全なチャンネルですから、そういうことやめてくださいお前、ひっくり返ってるよみっふふふ、かわいい、めちゃくちゃ重たい蹴られるで、デュクちゃん蹴られちまうで、ウェイッウェイウェイッウェイ、遊べーつ遊べーつつ遊べーつつ遊べーつつウェイッウェイウェイッ、ほんと仲いいな、潰されちゃうで、何してんの一緒に一緒に寝たりして危ない、潰されちゃうで、デュクちゃん危ないっちゅ、危ないっちゅ、ようそれでさ、転がってるグレートピレニーズに寄っていくよね、潰されそうじゃない手ハムってされて一緒に寝るの何なのそれ、かわいい、かすげえかわいい、ちょっと足潰されてない、大丈夫かわいい、デグちゃん匂いかかれてる、一緒にゴロンする遊びかわいいなべしだから、サルキの話がしたいんです。めっちゃまだ遊んでるけど。サルキの話がしたくて、周りにこうふわっとした毛が、ここにこうあるのが、もうこの時期でもういいんだって。で、この毛を、むしっちゃっていいんだって。むしるっていうか、なんか すいたりとか、もう手で本当に、確かに抜けるんですよ、これ引っ張ると。大丈夫かな、こんな、危ねえな。これやんちゃくそうなこのホルン君を、ちゃんと、ハゲにできるかしら。チンチン見ない。チンチンを見ない。じゃあやめて。あんたほんとチンチン見るよ。だルーちゃんもさ、毛づくろいするじゃん、お猿さんは。その感じで、このでっかい赤ちゃんを、ハゲ上がらせていこうのコーナーです。ほんで、だからさ、今落ち着いてるからさ、ルーちゃん、ここ。ここ毛づくろいしてごらん。ルーちゃん、ここ。ここ毛づくろいしてごらん。ここ。ルーちゃん、ほら、これ引っ張ってごらん。引っ張ったらこれ、ほら。毛が抜けんの、ほら。見える一応掴んだりして戻さないでよ戻さないで待ってるんですか、これ採取していくのかって、どんどん
すげえ抜けるでも抜いたやつを回収はしてくれる。本当にせ本当にね簡単に抜けるのよ。本当にだいらない毛なんだろうなっていうのがすぐわかる。ほらほらほら、すごい抜けるのこれ。わかる？抜けてんのよこれ、ホルンの毛がね。黒い服着ててよかった今日。はい、じゃあ抜かしてください。よいしょ。乗らないで、ルーちゃんは。ルーちゃんは乗らないで。毛を抜くの、毛をブチ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 抜いちゃっていいって言うからさ。ほんまかいな、ほんまかいなって最初聞いた時びっくりしたけど、でもそういうもんなんだって。この毛はもういらない毛なんだって。ほらめっちゃめっちゃ抜けてる。ほら匂い嗅ぎに来なくて、あんたの自分の毛だから。やめて、食べないで食べないで、カプカプしないで、カプカプしないでって。てかさ、ルーちゃんさ、ルーちゃん何もしてないじゃん。ルーちゃんそんなとこでそんなとこでくつろいでる場合じゃないですよ、ルーちゃん。みんなくつろげてたからさ。戦力になる人いなかったですよ。カイ君の方がやってくれんのかな、毛づくろい。さあ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 、ルーちゃんてよ。自分、毛を一本だけ取って、そんなちま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 眺めなくていいから、抜いて抜いて抜いて。手乗せてるだけやんけ。まあ、戦力にならない気がする。ちょっとルーちゃん戦力にならないから、ちょっとカイ君に、カイ君と交代。交代します。カイさんを連れてきました、カイさんを。よいしょ。うん、さあさあさあ。掘るんよっつって、掘るんよっつって。カイがちょっと仲良くなったね、本当にね。ちょっと仲、ちょっと仲良くなった気がするマジで。でかい、こっちで。そう。で毛を、そう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 。うん、よし。そう。で毛をね、毛をむしっていくんですよ。よしよしよしじゃなくて。じゃ掘るも座んないで。座んないで。よしよし、どう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 。カイ君ね、ここの毛なのよ、抜けるのが。ここここ。見てる？これこれこれ。これちょね。そこらへん。それよしよしじゃなくてさ、カイ君ここここ。乗らなくていい、乗らなくていい、乗らなくていいって。あんたも乗るようになったんかい。もうさ、みんな遊ぶことしか考えてない。じゃ、これ僕がやるしかないかも。ホルンが人気になったのは嬉しいんですけど、ホルンがさ、じゃホジ待って、ホジ待って、そうそうそう、ホジ好きが、そう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 、ここで、そう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 、ここで毛を抜いていくの。かいく自分の毛作りしないで、そう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 、そこの毛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 、これちょね、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 好きじゃなくて、好きにもいいんだけど、全然手伝って、全然手伝ってくんない、痛い、全然手伝ってくんないよ。待って、痛いち。どうじゃい。後ろで反応してくんなくてもいいんだけど。そんなこと手伝ってほしいんですよね。押さえといて、押さえといてくれるだけでいいや。そうそうそう。あ、それいいかもしれない。押さえといて。おかいくんも、あ、かいくん、そこの毛づくろいは別にいいんだけど。そこの毛づくろいはね、そこの毛は別に抜かなくていいから。そこの毛づくろいはいいんだけど、まあいいや。それでホルン君が落ち着いてくれるなら。え、誰か教えて。これ切っちゃっていいってこと、これどんどんモコモコになっていくだけなんだけど。スニッカーでやっても抜く、でも抜こうと思えば結構抜けるんだよな。あ、でもちょっと減った、減ったかな。あ、でもちょっと毛減った気がするぞ。生え際が後退した気がする。あ、生え際が後退した気がする。ちょっと待って、あのブリーダーさんからいただいた写真ちょっと載せます。はい、こんな感じだよってホルン君の兄弟が今、それに近いと思う今。ああいいんじゃない、いいと思う。写真撮って比べてみよう。ほらなんかさ、生え際は交代したってねえ。カイ君も来てくれたりして、だからこうサルキもね、もうそろそろホルン君もおしまいですから、カイ君もね、そのつもりでいてください。お猿さんじゃなくなります、うちの子ね、ぬにやし。まあね、順調に成長しておりますということで、挨拶しておりましょう。ん？近いですよ。バイ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 、にゃにゃにゃしきが、このにゃしきがよ。